全国マージャンファンの皆様お待たせいたしました。タネメルフォーカス M シーズン9 82回戦の模様をお届けしたいと思います。司会実況は私畑たつきです。どうぞよろしくお願いいたします。そして解説は阿久津翔太が務めます。阿久津プロ、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは対局場の準備ができたようです。フォーカス M シーズン9 82回戦統廃の開始です。なおルールは一発裏ドラのある M リーグルール、70分プラス1局の時間打ち切りで行われます。さあ改めてアクスプロ、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。座順はちーちゃに岡崎、ダブトンですね。はい、ダブトンです。なんちゃに矢崎とドラドラ、はい、シャーチャは滝沢、そしてペイちゃに藤島の順番となります。はい、さあそして統一局ドラはイーソーとなります。うん、親の岡崎さんがねダブトンでチャンス手で、はい、矢崎さんもドラドラで、うん、滝沢さんは形が整っててって感じで、はい、三者がいいって感じですね。さあ全局ね、あの81回戦矢崎はちょっとね、はい、なんか最後首かしげて、うん、こううーんってなってましたけど、ここ決めてほしいですよね。そうですね、うん、なんか点数が、はい、あの2万5000にテロップがなってないですけれども、あ、そうですね、現状ね、はい、うん、チャンタに寄せていくと、はい、うん、藤島さんは単葉か薬杯で仕掛ける手ありますね、うん、はい。さあただ岡崎これトン泣いて本一、うーん、本一行く可能性はありますが、うん、さあこのトン、イーソーとウーソーがどっちもドラですからね。ドラですもんね、はい、まあ3番引いてイーソー切って、はい、マンズもう1枚引いたら赤ウソみたいな感じはありますよね。はい、そして矢崎が欲しい三蔵ですね。三蔵はまた山に4枚残っている、引いてきてほしい、うん、これどうでしょう。あー、ドラを切っていった、まあ、こうなるともはやね本一になってほしいですよね。そうですね、赤ウソにくっつけるより、うん、スーピンを引いてきて少し考えている、うん、スーピンはそのままつもぎり、まだちゃんたを見ている純ちゃんですね。失礼いたしました。はい、まあ、仕掛けてね純ちゃんだと満貫っていうのが魅力ですよね、はい、うん、まあただねリーチドラドラ目指してスピン残すっていう手も十分ありました。あら、さあこれでいいシャンテンとなりました。うん、三蔵持ってきた。ただね親からイーソーと赤ウソを切られて、はい、ドラ2枚出てきたんでちょっともう親怖いですよ。怖いですね、はい、あら天敗ですね、リャンワン待ちと。そうですね、いくらでも変化できる、いくらでも変化できますね。さあマンズが押し寄せてきてリャンワン待ち、このリャンワンは使える。さあリャンワン入れてリーチ入りました。待ちはスーチーソー、スーチーソーはチーソーが残り2枚、そしてスーソーが残り3枚、うん、5枚残ってますね。はい、今切られた初に変えましたね岡崎さんは。はい、うわ、さあ簡単に積も上がりしましたよ。リーチ3ピンツも一発、ね、そして一発と、はい、はい、2戦4戦流れとなりました、まあ、やっぱりね赤ウソを切って親に対してぶつけてるんで、うん、まあ、こんぐらいの手はあるよねっていう感じですね他3者からすると、はい、うん、そしてこちらもダブトン来ましたよ。ダブトン流行ってますね。流行ってますね。しかもドラドラじゃないですか。はい、今回のドラはチーソーとなります。さっきやられた分をねやり返したいですね。あ、ここで爆発です。ただこちら見てください、良すぎる滝沢が良すぎるぞ。辻島さんもいいですよ。これ何、これ面白い薬杯3統一、うん、ただドラ1枚、あ、まあ、ドラのね両面は払わなそうですね。良くなってきましたよこれ。めっちゃいい、ぶつかるなこれは。これはぶつかり合いですね。あ、ここも早い。いやでも待って、これペイと吐くもちもちじゃないですか。そうなんです、2つももちもちはどうしようもない。岡崎と矢崎がもちもち、ただ想像に寄ってきた。いやーこれ2つもちもちはさすがにね両方上がれなそうですよ。そして滝沢相当広くなりましたよ。いやこれは滝沢さん圧勝か。圧勝ですか。もち2つもちもち、2人ともね払うことなさそうですから。ないですね。いやーさらに払うことなさそうになってきた。あー、まあ岡崎さんこれによって本一チート一の可能性はありますね、はい、うん、矢崎さんはこれなやっぱ仕掛けていく手だから。うわ、もっと広くなってきた。すごいな、もう滝沢さんに向かってね風が吹いてますよ。いやすごい、一人でもう1チームぐらい守…いやちょっとやめましょうこの例え。はい、さあスーソーもつもぎりだ。
うん、赤が入ってきました。この後が淡い単残すと、はい、まあ、でもペレぐらいは統一落としの可能性ありますね、はい、矢崎さんは。うん、でもとりあえずダブトンですね。このトンは泣いておきたいですね。あ、これはチーします。チー統一でいい。まあ、チーはしないですね。は自分で持ってきました。ただ甘露草は2枚見え、はい、うわ3色だ。うわ、どんどんいろいろできてきましたね。はい、さあローソー切られました。これでローソーが3枚見え。うん、トン泣けた。これチーソーめっちゃ危ない。あ、めちゃくちゃ危ない。もう、うん、発射台。一応ね、赤ウソを先に切ることでチーソーを引いてきたらね、はい、8球って切れるようにしましたけど、はい、チーソー引かない限りはチーソーですからね。これもそうですね。ローソーもすごい薄いところとなってしまって、まあ、あとはパーソー9ソー引けばまず払うか、うん、ここでチーソーあるか。一旦まだチーピンか。いやでも、いや、まだチーピンだ。あ、まだチーピン使えるからね、まだチーソー。うん、滝沢天杯している678の3色でも安全牌引いたらチーソーになりますね。はい、いやちょっとね、ドラとか赤とかいろいろ切られすぎて何が起きたのって感じですよ。これはすごいですね。いや、しかもダブトンポンが赤ウピン、はい、赤ウソを切ってるんで、ただ事じゃないですよ、はい、冷静に考えて。簡単に打てない。しかもこの手からどこの本位つかっていうのも全然ね見えない。あー、これでチーソー出てしまった。さあこれが当たりとなりました。タンヤオ三色ドラ8000点の上がり。これ矢崎食うですよね。いやね、うん、今回勝負できて今回こそはと思ったらですよね。ただあれ甘露草残せます？3枚切れの。いや無理ですね。無理ですね、はい、はい。さあそして滝沢の8000点の上がりとなりまして、滝沢の親番トン三曲ドラがウーピン。うん、ここ悪くないですね。さらにまたそうですね、うん、こちら藤島シャーガトイツドラのウーピンは1枚。まあ、チートイツは見たいですねこれは。はい、うん、ここもと、あ、これはピンズに寄せていきますね。ただダブルオタカゼですね。はい、うん、ちゃんと極みの E1 から切っていきました。そうですね、やっぱり赤ありのルールって、はい、ちゃんとこんぐらいの形だったら、はい、目指したところでどうせ赤とかなんか引いて崩れること多いんで、はい、多いですね。このぐらいだったら見ない方がいいよねってことですね。はい、さあそして先ほどですよ、岡崎が3ピンを持ってきまして、本一チートイツも見えると。ああ、これ泣くかどうか難しいですね、はい、泣いてトイトイになればいいんですけど、うん、トイトイになるかドラ引ければいいけど、ドラ引けずトイトイにもならなかったら本一のみで安いんで、はい、そうですね、はい、本一チートイツにする手かなり有力ですね。うん、うん、この3品も、あ、でも泣きました。さあこの3品を泣いた、まあ、3品は一番泣きやすいところでしたよね、はい、他残ってるのが E ピン南平と優秀なんで、うん、ここからだけはね、かなり泣きやすかったという感じですよね、はい、そして南平はこちらですね、藤島の手に1枚ずつ、そして E ピンもこちら統一統一で持っている。うん、そしてペイが出て泣きました。これどうしよう、藤島の手からなんとかもう出てきますか、この泣きで。すぐには出てこなそうに見えますね、はい、はい。となると何は残り1枚か。1枚、いいピンはありません。はい、チーピンはまだ3枚、まあ、岡崎さんがね、9ピン先切った後ペーポンして赤ウソということで、はい、ちょっと本一よりトイトイとかにも見えるかもしれないですね。これ9ピンを先に切るっていうことは岡崎はそう見せようとしたってことですか。あ、チーピン持ってきました、はい、自分で持ってきました。さあこれで E ピンはありませんが、難はまだ山に1枚。うん、矢崎もいいシャンテン、まあ、ただね、出たピンズが1とか9みたいな端っこだと、はい、こういう風に先切りっていうのは結構よくありますよね、はい、本日の。だから他3社としてもトイトイっぽいけど、まあ、本一もまだあるぐらいの感じだと思います、はい、まだあるぐらいのってことですね、はい、ああ滝沢さんはトンとシャーがどっちも岡崎さんの役牌だから切りづらいですね、はい、あ、でもトンが出た、うん、はい、このトンは出て切れていけるようになる。これ転廃しましたよ。ただうん、ただどうする。さあリャンワンとキューピン、キューピンは1枚切れ。うん、これは難しい選択でしたね、はい、まあ、リーチはやっぱりしたいんですよね、点数がないから。うん、どっちでリーチするかが、見た目枚数だと9ピンが1枚少ないんで、はい、
ね、あの完茶にするっていうのも有力でしたけど、はい、あ、うわーこれ矢崎さあ難を積もりました。本一700-1300の上がりとなりました。これ矢崎全然なんか上がれないですね。なんかいいようにやられて嫌な気分ですね。はい、僕の番はという感じです。僕の番、そうですね、はい、僕の番はってなってます今。矢崎の先ほどの手なんですけども、9ピン2枚落としてくって手もありますか。9ピン2枚やっぱね、もうリーチ打ちたいんですよね、うん、結構気持ち終盤、はい、もう岡崎さんがテンパイっぽいから、はい、外してる余裕ないんで、うん、どっちかでリーチ打ちたいっていう感じですね。いくら現物とはいえということですね、はい。さあそして、トン4局藤島の親番となりました。ドラパー1、ここパー1が1、またダブトンですよ。ダブトンまたダブトンの時代が来てます、はい。さあ4回中3回ダブトンを見てます。そうですよね、面白いですね、はい、今回はダブトンだと。このルールね、はい、表のドラ以外にも赤ドラもあるから、はいはい、やっぱダブトンポンされると、うん、もう簡単に5800とか12000言われるから、言われちゃいますね。嫌なんですよね、ポンされると。さあおっしゃってる通りドラが1枚あり、今5800手はもう確定だ、はい。チートイツもメンツ手も見たい手ですね、矢崎さんは、はい、ただいま4トイツ、滝沢さんも絞る気ありませんの嘘だ、はい。これでもしかしたら7700まである程度なってきた。もうね、7700ですね、はい、7700です。うん、宮崎これでイーソー切っていきました。うん、お、積極的に行きましたよ。いいですね、岡崎泣いていくこのイーソー、はい。藤島さんそう簡単にやらせませんよと岡崎からのこれは挑戦状ですね。しかもイーソーって親の現物なんですよ、はい、うん、そうです。それを2枚消費するって相当やる気ですよ、はい。さあ岡崎の手こちら、いやこれドラドラに見えるな、第一打9番だし、うん、トイトイドラドラかなって見える、周りからしたら相当結構自信ある感じですもんね、あのイーソーポンから、はい、トイトイかヤクハヤンコかのドラドラ、はい。さあ白はまだ山に2枚、うん、まだ転敗はしない親の1枚切れですね、はい、あ失礼いたしました、まあ、その白があるから泣きやすかったっていうのはありますね、はい。もう数万、さあ矢崎一歩前進、イーシャンテンまでは来ましたが3万切り、うん、できれば チーワン にくっつけて数層数層と、まあ、確かにアンソリアンソと落としたいですね、はい。転敗したか、まだせず、うん、残していたチーソーを切っていきました。まあ岡崎さんとしては初かチュン重ねてヤクヤクトイトイにできれば理想ですね、はい。うーん、これはこれ何切りますか、まあ、数層とかリャン層切るのがシンプルですね、はい。将来的に一気通貫までまだまだあるとありますね、はい。パー1がドラ、まあ、数層とリアン層の比較としては、はい、赤ウソを引いた時に、うんうん、例えば E1、C1 と切ってなんか面単品赤みたいな手順にもできるんで、まあ、数層切りのが若干いいみたいな感じですね、はい。うん、さあそしてローマンを引いてきてよりね形が良くなってきましたね、マンズの形が。あ、Q1 切ったら C 入ってましたけど、はい、けどですね、はい。うわーペー残したかったけど、うん、難しい。これもうどうでしょうか、あの藤島は、はい、その打っていたらですよ、テンパイしてるように見えるのかまだなのか。あ、周りから見て藤島さんがってことですか。はい、さようです。まあテンパイしててもおかしくないし、うん、まあ、いいシャンテンでもおかしくないぐらいの感じですよね、はい。そして岡崎はどうでしょうか。いやこれテンパイしてておかしくないですよ、はい。運送内で老僧が手から出てきました。いやこれねもう自敗は切りづらい相当、うん、本一でもないから川が、はい、トイトイっぽく見える薬杯かトイトイで、まあなんか薬杯2トイツでダブルバックみたいなパターンもある、はい、瞬津1個で、はい、もしくはいやでも違うな、あんまないな。いや自分で白引いてきましたよ。これでチュンを切っていく、パワー1はドラ残す。なんか薬杯が、はい、あ薬杯が2トイツで1つ瞬津あるとすると、はい、もともと安いとこから仕掛けてることになって、そうですね、可能性ちょっと薄そうなんで、はい、薬杯もともと暗黒かトイトイに見えそうですね。これはどうでしょうか。これはまあ一旦スピン、はい。まあ、なんだかんだでね、はい、あの今の形だけ見ればそれっぽい仕掛けになりましたね岡崎さん。そうですね
もともとはすごい形からでしたけど。そしてパーピンはまだ1枚いるか、いますね。パーピンはまだ1枚いる。ハツは、ハツはニヤマ、うん。でもどうでしょうか、このパーワン切りますかね、ハツとか重なったら切るんじゃないですかね。うん、うん、これで天敗ではあります。チーワン待ち、さあペンチーワン待ち、このペンチーワン残り0枚と山にはありません。あとは藤島さんが待ち返するかどうかですね。まあ、そうか、チーワンも別にさほど危険ではないし、ただパーワンが切られた場合ですね、これパーワンポンします。ポンしますね。ね、あ、うわ重ねたよ。パーピンあるんですもんね。パーピン1枚ありますよ。これ今1対0です。いやー、これね、上がられたら、はい、岡崎さんの手開かれたら、はい、まあそういう仕掛けだよねってみんな思うけど、けどですよね、もともとの形見たら、はい、とんでもない形でしたよ。おいおいおいですよね。さ、一時期降りてる、降りもあるかなと思う。うわー、なんだパーピン。さあ、ハクトイトイドラさんですね。ハクトイトイドラさん3000-6000。いや、みんなね、うん、そういう手だよって思ったよっていう感じの手なんですけど、そうですね、ですけど全然でしたからね。生まれたばかり近かったですもんね、はい、お子さんは。はい、いや、あのイーソーポンからね、すごい積極的な仕掛けが見事でしたよね。うん、見事でした。これが令和の麻雀ですか。いや、知りません。令和ブライですもんね。これそうですね、名前令和ブライですから、はい、いやでもあのマンズ周りを落とした時は僕はちょっと受けてんのかな、はい、受けもあるのかなと思ったんですけどね。はい、いや見事でしたね。はい、これはお見事というしかありません。はい、さあそして親番ですね。先ほど3000-6000上がった岡崎の親番。あ、もう令和のハイパイですよ。あ、これ令和のハイパイですか、はい、もう令和つけたら何でもいいみたいになっちゃったですか。はい、さあドラムが9番。いやこれね、まだ岡崎さん滝沢さん並びですけど、はい、さらにもう一上がりしたらね、結構2連勝出てきますよ。はい、これ 1,2,3 も見ていくこともできるし、マンズの本一まだあるかどうか、うん、滝沢もそこまで手は悪くない、はい、さあマンズがさらに入ってきました。うん、どうする、うん、地層切り。やっぱりね、でもこの戦い見てると、はい、その81回戦始まった時に岡崎さんどんどんリーグ上がっていきそうって話しましたけど、はい、そうですね、はい、うん、なんか止まる勢い感じないですよね。この勢い的な部分ですね。うん、やっぱりね、いろんな技使って自分の勝ちになんかいろんなところからね、はい、持っていきますよね。確かに1個前のやつがその技を見せてもらった感じしますよね。はい、みんな見返してほしいですね。いや、あそこから行ったんだぞっていうのを。そう、はい、全然違うね、ぐっちゃぐちゃでしたよ本当に。そうですね、ハクトイツあるだけみたいな。そしてラスパーピンを引くところが力強いですね。そうですね、はい、さあこれはチャンス、ドラドラのイーシャンテン、うん、関数層が入りました。なんかね、例えばウーワンとか引いたら3色の可能性もありますからね。はい、藤島さんもドラドラで勝負手、ただくっつきか。はい、これでリャンズを切ってマンズにくっつけば天敗。あ、これでもうリャンマンスーワンか。あ、でも9万パワーでもいいのか。はい、ただ9万はドラどうなるか。うん、このドラを払っていきました。こうしておくと上引きに3色が残ると。はい、うん、柔軟。そうですね、ただリャンマンスーワン切ると一応ね、チーワンが筋になる、はい、っていう狙いもあるんですけど。あ、狙い通りですね。これはリーチとなりました。マッチはうわ、パワーパワーこれは間に合ってない。一番9番を先ほど切りましたね、ここ矢崎。ちょっと矢崎がね。あ、でもこれはリーチだ。さあ、これぶつけていきました滝沢。イースーソー。ウッパーワン対イースーソー。うわ、でもこれは簡単に降りたくない。うん、ここも良くなってる。パーピン。まあ、でもそうだね。うん、パーピンとなりますか。相手2件リーチは無理だか。やっぱりね、麻雀ってイーシャンテンから2件リーチには打ってはいけないんですよ。はい、うん、まあそうですよね。よっぽどじゃないと。はい。よっぽどじゃないといけない。よっぽどというのはどういう時だけ前に行っていいとかありますか。もうなんか、はい、トーナメントでここ上がんなきゃどうしようもないとか。だけどトーナメント戦ね、そうですよね、はい、まあ自分がラス目で親番 なくて、はい、もうドラドラでここ勝負するしかないとか、はい、そういう時はね勝負するしかないんですけど、うん、今のね、まあ例えばリャンカン三面ちゃんぐらいの、はい、いいシャンテンでは到底押せないですね。まあこれはもう到底ダメだと。はい、ここね、さあパーピンお帰りなさいしました。
一発じゃなくなったけど、これでもパーピンですね、うん、はい、これはパーピンを選択だ。いやでも藤島さん、現物パーピン1枚しかなかったんですよ、はい、もう次の切る牌ないのにそのパーピンを切るぐらいやっぱ徹底してますよね、はい、ちゃんと、はい、うん、大事ですね。ここで現物1枚しかないからって言ってパーピンお帰りなさいですよ、なんかすごい誘惑してくる誘惑してくる。さあでもその誘惑乗らないのが藤島だ、はい、俺ちょっと危ないです3回目で3回目でちょっと危ないです。3回来たかって、これには意味があると思い始めちゃいますね、はい、はい、押したくなっちゃうけど甘えない、甘えなかった、うわこれは甘えない、うん、しかもね、はい、ちょっと自分点数なくて、はい、ここ上がりたい気持ちになってくるじゃないですか、あります、狙うなら、うん、その状況でも甘えないっていうね、すごいいいですよね、うん、ただこっからなんですよ、はい、試練は何もないんで結局ウーピンが3枚切れで、はい、うん、チーピンですかね、親の現物でもあるし、はい、現状今2人の当たり牌を5枚持ってますからね、はい、まあ、しかもあ、これこれが滝沢の上がり牌イースーソードとなりました。裏はどうでしょうか、うん、さあ裏も乗せていく、リーチピンフドラ3900点の上がりとなりました。いや滝沢さんがね、岡崎さんに待ったをかけましたね、うん、はい、そう簡単にね2連勝させてやらねえぞと、うん、はい、滝沢とね岡崎はね普段も仲良さそうな、そうですね、ツイッターをよく見ますね、はい、指定関係とかあるんですかね、まあ、指定関係っていう感じじゃないと思うんですけど、はい、そのなんか練習とかね、うん、してると思います、はい、さあお互いがお互いのねやり方を知ってる、おこれ今何ですか、 Q1 ですか、これで3と1ではありますね、はい、さあ今回のドラは初となります。矢崎さんはね現状ラス目で、うん、この点数だと、まあ、降りたくない親ですね、そうですね、まあ、一応ね矢崎さん今回が8半チャン目ということで、はい、一応マイナス200超えたら敗退なんですけど、まあ、その危険性はね役満国から打たない限りは大丈夫なんで、うん、まあこれで、ね、あの終わりでもいいともしかしたら思うかもしれないですけど、はい、まあ、できればね、やっぱね、はい、プラスしたいですよね、そうですね、攻めていってほしいところ。さあ先ほどですね岡崎がペイを泣いていきました、うん、ペイちゃんの岡崎でトンも重ねています。もういいシャンテンなんですね、これもういいシャンテンなんですよ、これちょっとね矢崎さんからしてみれば辛いですよね、うん、一応一応一応俺の親番って思いますよね、思いますよ、でも意外にねこうやってラス目とか3着目の親を早めに終わらせておくと、はいはい、自分がね例えば岡崎さん目線だと自分が勝負してこれから満貫とか補充しても着順落ちづらいってことで、はい、かなり強気な勝負が許されるようになるんですよ、うん、ってことでかなり押しやすくなる分こういう親もねさっさと上がっておくっていうのはすごい大事です、ね、なるほど、はい、さあそして天牌が入りました、リャンソーの街となります。やっぱりねここで8000打ったら4着まで行っちゃうかもしれないとかだと、はい、なかなか人は押せなくなりますからね、押せなくなりますね、うん、まあ、あとそれをね踏まえてちょっとスリムにした手組みにしちゃうとか、はい、始まっちゃいますからね、うん、それがもう思考の間違いだということですね、まあ、間違いっていうか、はい、そうならないように、はい、もうねあの事前にこの親終わらせちゃうっていうのがやっぱり強いですよね、うん、はい、訂正ありがとうございますうわー矢崎なー、これいいシャンテンですからね、なんとか追いつけるかどうか、そうですね、藤島さんもねチートイでいいシャンテンですから、はい、戦いたいところ、さあ転敗するのかどうか、どうだパーソー、これパーソー切れるのか、パーソーはまあ感知装置なんで、はい、大体切れそうですけど、うん、ウーピン2枚切れなんで、はい、先にウーピンですね、うん、もうチートいつぞ来た、来ました、来てない、いいシャンテンじゃなかった、失礼しました、あ、はい、すいません、失礼いたしました、シャンテンからいいシャンテン、はい、うん、まだ転敗せず、いやでもね矢崎さん、リャンピンがねめちゃくちゃ良さそうに見えてて、実際全山ですから、はい、うん、リャンピン待ちにしたいですよ、これ僕勝手な妄想ですけど、これ、はい、このままいったら藤島が初を重ねていく気がしますね、初重ねるんですか、はい、そっか、ん1枚切れ、あ2枚切れてるのか、2枚切れてます、ただまだこの初を残してる意味ですよ、なるほど、はい、まあでも残しますよね、うん、残しますねいやこれ俺重ねてほしいですね、ここさあローソーを切っていきました、2枚見え、うん、初重なったら超勝負ですからね、激アツですね、どっちの短期にするかは難しいですけどね、はい、E1 岡崎さんと矢崎さんは持ってなさそうかなぐらいの、まあ、矢崎さん岡崎さんは1枚持つもおかしくないけど、これチートイツいったらこの嘘当たりですね、さあチューンを切っていった、どのトイツもあの2枚切れになってないんで、
よかったですね、うん、これ2枚切れの統一だったらね、嘘を切ってそうですから。はい、さあリャンソーまだ来ない。嘘は残りが1枚、リャンゾーがまだ現状1枚と、1枚1枚残っている。さあ初はまだ残り1枚、うん、引いてきますね。はい、はい、残り2枚でしたが、このリャンゾーですね、残り1枚のリャンゾーを引いてきました。最悪ペーだけですね。さあ300、500、この上がりとなりまして、岡崎、まあ、岡崎の表情は何だったんでしょうね。あれ時間進んでなくないって多分見ましたよ、70分のタイマー。はいはい、はい、まあ多分どっちにしろね、時間多分余裕ありそうですから。そうですね、うん、現状はもう何3局となります。今回のドラはチーピン。さあ岡崎さんからしてみれば、はい、これ滝沢さんに上がられるとトップ厳しくなる、うん、はい、で自分の目標がね、もうトップしかないようなもんなんで、はい、3着に落ちることは現状はねなかなかなさそうなんで、うん、ってことはこの滝沢さんに上がらせるわけにはいかないが、まず第一目標ですね。第一ですね、はい、まあ、かつ残り2局でまくんなきゃいけないって考えると、はい、ここでね高い手を親かぶりさせるとかが非常に大きいんで、うん、できれば打点も欲しい、はい、2戦4戦など欲しいところですね。はい、そのバランスをねどこまで見ていくかですけど、はい、ただ滝沢さん今回いいですよ。めちゃめちゃいいですよ滝沢の手こちら、はい、逆に藤島さんとしてみれば、はい、あのね、オーラス親番だから、うんうん、何点でも上がってオーラス頑張ればいいって人は思いがちなんですが、ですよね、ガチですね、親あるからね、はい、実は大事なのは、はい、少し打点ここで上がっておいて、はい、矢崎さんとちょっと差を離しておくことで、はい、オーラス藤島さん、さっきの話にもあったんですけど、押しやすくなるんですよ、うん、なるほど、補充して、例えばマンガン補充してラストとかだと、はい、降りる選択肢っていうのが生まれてきちゃうんですけど、マンガン補充しても大丈夫な点数にしておけば、はい、すごいね滝沢さんや岡崎さんに対して無限に押せるんで、なるほど、はい、ちょっと上がっておきたいですね、はい、今6200点差3着4着、そうですね、はい、2000点とか上がっておいて、はい、8000点補充しても大丈夫なようにしておくと、オーラスの親番すごいやりやすくなります。うん、これでさらに一歩前進ではありますね。さあただ打点がねないところ、まあ岡崎さんはできれば総図になってほしいけど、まあ、ドラチーピン引くとか、はい、まあ、何でもいいですね。うん、もう矢崎に関してはもう何でも今上がりたいところですかね、はい、まあ、打点は欲しいところでありますが、あ、今タイマーがちゃんと戻って、はい、まだ全然40分以上あるんで大丈夫そうですね、はい、うん、さあこれで天敗ではありますね、はい、ウッパーソローソー、はい、ウッパーソーならピンフイペコですね、うん、ウッパーソーローソーですね、はい、ウッパーソーローソー、さあなんと滝沢が欲しいチーソーもないということですね。いや岡崎さんも欲しいですよ。いやここも欲しい、そうだ、チーソーの全ブロック効いてますね。これは矢崎大チャンス、ただ打点が少しね裏でも裏がありますからこのルール、裏があります、はい、うん、見逃す余裕はないもんな、なんかすごい老僧とかは上がりたくないけど、はい、しょうがないよな、やっぱりね矢崎さんもこの曲と次の曲でまくんなきゃいけないから、うんうん、ちょっとねあまりにも安すぎると、いやとはいえ、まあでも最悪でも1000、2000条件残るから上がっておきましょう、はい、さあ藤島もこれでいいシャンテンですが何を選択するか、まあどれかは押しますね、まあ、スーピンが普通ですよね、うん、はい、ちょっとねローピンが3枚見えててスーピンのくっつきが弱くなってる、はい、ローピンも2枚切れてて、ってことでスーピンの機能性が少し下がってるっていうのはありますよね、うん、で選択していくと、こちらも面白い手ですね、ウーピンが4枚あったと、はい、うん、来た、さあリーチ来ました、こちらリャンウッパーマン待ち、3面ちゃん対決ですね、はい、これどうでしょう、ただソーズの方がこれ薄いですよね、薄いんですか、はい、556というね今岡崎が持っている、そしてここも6ある、6% 持っています。リャンウッパーワンは 1,2,3,4 2枚ずつあるのか、はい、うん、矢崎ここ1回勝ってほしい、うん、パーマン1枚消えました。ウッパーソーローソーはどんぐらいあるんだ、2枚、ここに、はい、ここに4枚ですね、3枚か、3対4、はい、うん、まあ5分ですね、はい、うん、さらに1枚消えた、もう分かんないですね、はい、ただこれ上がりとなりましたね、もう分かんないです、そうですね、中筋になったんですね、ローソーが、はい、さあローソーで上がりとなりました、裏ドラは乗らずと、
いやでもこれ滝沢さんからしてみれば、はい、藤島さんに上がれるより宮崎さんに言った方がいいですから、さあラスボヤの藤島ですからね、はい、さあリーチ1300点の上がりとなりました。そしてオーラスとなります。さあおっしゃった通りに滝沢はこれは1300の表示は全然良かったと。いやめちゃくちゃ嬉しいですよ、うん、1300って言われて、はい、こんなに報酬して嬉しいことあるぐらいの嬉しさですよそうですか、はい、はい、もう藤島さんに積もらえる方が全然嫌でしたもん、はい、確かに。さあ岡崎これどうでしょうか。今8000点ですね、はい、うん、で、まくりとは1着とはなりますが、初が、 そうですね、そして初がドラと、初は持ってない。約本いつか岡崎さんは、うん、さあこちらの手、うん、約本いつ目指しますね、はい、まあ、約本一ちゃんたでもいいですし、はい、そんな感じで行きたくて、滝沢さんは結構単野寄りですね、うん、さあ藤島はここはもう何とでも上がりたいところと、はい、矢崎さんは2900点差500点とかでも OK、 もうこれで何でも OK、 これも十分ですか、はい、さあ自敗も1枚ずつ切り出していく。うん、前進、あ、ちょっとマンズはいらないですね、はい、うん、矢崎さんの難切りちょっと面白いですね、はい、普通だともう役が何かつけばいいから単葉か役配目指して E ピン Q ピンを切るのが有力なんですけど、はい、岡崎さんが満願条件ということで、うんうんうん、あの後々にダブダン切ると例えばね赤とか引いた後で、はい、あ今なら泣けるみたいなダブナンポンが発生しうるんですけど、はい、今ならねダブナンポンしてそう簡単に満願できないだろうみたいな、うん、だからあの早めにね薬杯処理したいっていうそういう意味合い込みで何だけ先に切りましたね。なるほど。そして岡崎先ほど重ねたシャアをポンしていきました。ただ矢崎一歩前進した。うわー、そうするとチュンがこれで天敗だ三蔵、これはもう文句なしの先ほどおっしゃった通りに本一ちゃんた役と、はい、三蔵ですね。三蔵残り2枚。いや矢崎さんもねこういうなんか後から泣けるようになったパターンが嫌だから、はい、先に役配処理しに行ったんですけど、うん、ギリギリ間に合わずって感じでしたね、はい、そうですね。最後ドラの初が残っている。ただまだね全然戦える可能性は相当ありますよ矢崎さん。はい、ローピンか、うん、ローピンだ。もう初なんていらない、切ろう。ここは初行きましょう、うん。あでもちょっと待って、第3弦打ったらこれ敗退になっちゃうからダメだそうですね。あでもギリ大丈夫か。3万2000でも3万2000はでもマイナス2万点にはなりますね。ま、マイナス 199.3 だから、はい、ギリギリ大丈夫か。100万打っても、まあでも嫌は嫌ですよね。いやいや本当に嫌ですよ、はい、あこれで安心できますね。これで初が切れで初は切れるぞ。矢崎いったれ、いったるしかないですよこれは、はい、さあこれ E1 ね、まだだ、なるほど、初重なりでもいいってことですね、はい、うん、これで初が2枚切れた。ところで三層は、ところで三層はまだ2枚残ってます。2枚、うん、結構ありますね。先ほどから全然ね、その岡崎はこういうのを積もってますからね、はい、しかもね、ライバルの滝沢さん全然進まないんですよ、うん、そうですね、びっくりするぐらい進まない。そうなんです、はい、うん、まだだ。いや滝沢さんからしてみればね、もう他2人なんとかしてくれ、もしくは流局してくれですよ。はい、これで広くなりました。これはと両ワン切りですか。両ワン切りが普通なんですよね。はい、でも考えてましたね。うん、両ワン結構縦に重なりそうだなっていうのもあって、はい、切るか迷ったんですけど、あ、なるほど、縦重なりの方を、はい、はい、まあでもね3層引きがありますからね、両層は切りづらいですよね、はい、まあ、しかも岡崎さんにロンって言われる可能性も結構ありますから。ありますね。ただ3層引いてきてしまえばこっちのもの、こっちのものですよ。ここの三蔵も一個消してどうだ。あー上の方、ただ天敗。両層勝負か。スッチーピンのがさすがに上がれそう。はい、さあこれで天敗となりました。こっち今8000点ありますね。あ、これこれいろいろ上下変わりましたか。そうですね、いろいろ変わりましたね。これはさあこれで滝沢が2着になり、岡崎が100点差で1着と。さあ8000点の上がりとなりました。そして82回戦終了いたしまして、1着から岡崎、2着滝沢、3着矢崎、4着藤島の順番となりました。あ、900点差で
逆転ということになりました、はい、ね、いろいろありましたね、はいはい、いや滝沢さんからしてみれば、はい、まあ、そもそもチーピン当たりづらそう、うん、矢崎さんにもそうです、ね、だし、はい、もし当たっても3900なら滝沢さんトップで済むんですよ、はい、まあ、でも他の安全牌あるのにチーピン切ったってことは、うん、3900の可能性が結構高そうって思って、はい、チーピン切ったっていうのはありますね。すごい今スチーピン見せてます ね、 そうですね現場では、うん、はい、あの何シャーチュンって持ってて、はい、全部切れる牌、まあ、シャーチュンがね、はい、コンサイドの牌で切れる牌だったんで、うんうん、なのにスチーピン切ったってことは、はい、矢崎さんほぼ天牌で、であのドラがね発がなさそうだから、はい、赤がね2枚以上とか3枚とかない限りは、うん、3900で矢崎さん足りる条件だったの で、 そうです、ね、大体3900とか5200ぐらいだろうと、うんうんうん、読んで8000はね相当ねたまたまうまくいかないとないから、はい、うん、大丈夫だろって言って切ったら、うわ8000あるのかみたいなね、まあそっか、そこまで読んだ上でのでしたね。しかも、はい、スッチーピンだった場合って、はい、あの自分の持ってる牌と、はい、場に出てる牌で、はい、スッチーピンがめちゃくちゃもうなんていうんですか、薄いんですよ。薄いですね、だから自分が切ってあげないと矢崎さん上がれなそうで、はい、そうなると岡崎さんがトップ取っちゃいそうだから、はい、スッチーピンだった場合は打ってあげなきゃいけないなっていう、そうすごい深いスッチーピンだったんですよね、これすごい深いスッチーピンだったんですね、はい、ただそれが裏目になってしまうと、はいはい、これ4456じゃなくて4567でもね5200でセーフですもんね。そうなんです、いやいやいや、はい、さあそしてですね、今回ので、票がねまた変わりました。82回戦までの票、そして4着に岡崎が来ました。11に、滝沢、もう滝沢は14回打ってるんですね、はい、で藤島は10回打って今36、そして矢崎が、トータルポイント140ぐらいですね、はい、なので200まで行ってなければまだまだいけるということで、うん、合ってますか。合ってます、はい、間違いありません、間違いありません、はい、見本で定位して経験してますもんね、はい、さあそして81、82回戦終了いたしました。今回この2回戦どうでしたか。いや本当にね、うん、面白かったですよね、はい、特に岡崎さんのあのね何と言ってもトイトイのイーソーコンガン仕掛け、はい、非常に面白くて、はい、ね、ほんとベテランたちを圧倒したというような2連勝でしたね、うん、なんか自由な感じの上がりを見せてくれましたもんね、はい、はい、それではですね、明日もですね、フォーカス M あります。以上82回戦と81回戦でした。どうもありがとうございました。